はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9、ライブ配信始めていこうと思います。前回続いて路線バスを作りますが、1本は長距離線の路線バスを作りますが、もう一本はこの長距離線と私鉄のこの延長駅を結ぶバスを作ってみたいと思います。ここからここだと、ということで、ツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 This live、ツイッチ、プリーズチャットコメント&アカウントフォロープリーズ。そして貴様、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube2 日後3月1日21時頃に、プレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload two days after my YouTube channel channel subscribed and good button please。 そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX my account please follow and repost and good button please。 行ってみますか。まずは1本目、何番だっけ、バス、トラックで213番ですね。これが、作られますが、まずそのためにはバス停を決めないといけません。でバス停ですが、このバスターミナル、高松寺駅東口のバス停を一つ用意しております。
で、ここからこの、人工駅を通って通るんかな、通らない、あ、でこっちか、北輪港を結ぶ便ですね。バスの210台は人工口の方から来て、人工口ってこっちか、こっち周りで来てるから、駅に到着して、でそれからこっち周りでこう行ってこうか。こうなんだな。で213番は、ここは直進だよな。なんで そうか。一応バス停を作らないといけない。で、これを左曲がって直進して、
左で左行って右行って右行ってこれも右曲がってでこれは左行ってかな。あ、でもそれだったら、ここはまっすぐだよな。ここまっすぐで。銀行大学前経由で、でここもまっすぐで左で奥銀行通ってさらにまっすぐで銀行口通って、あ、間違えた、わあ間違えた、まあ、ここからまっすぐ行ってこっち入ってもいいけどね。まあでもこれでいいか。工場がありますが、違う、ステーションで、お障子
また戻ってくるルートを通っていくか。時間かかりそうだな、普通に。銀行駅じゃなくて、ここは当然のごとくこっちの宝生寺駅東口が車庫になる。銀行駅はもう3つ車庫があるからな。さあ何時にから走らせばいいかっていうのを考えないといけないな。でも悩み出て5時にもう出てもいいぐらいだよ。5時半に出て20時ぐらいでもういいぐらいだ。10時半ぐらいかな。いや20時でいいや。これで何往復になるかだろうな。なので213番の発車時間を指定しないといけない。10時半か。ね、これは折り返しになるのか。まあ直進でも構わないし、
まあ折り返しでいいや。で、ここですね。ここも駅前だからな。一応保険かけといて、右折して、右折、こっち左折で、ここ直進で、あと3分電車だろうな。この辺はもうみんな、あれ？牛丼屋がある。ここも同様3分停車。あ、これは一旦全車に適用しましょう。また高速バスがあれば割り当てるけどね。3分停車、3分停車、3分停車。ここはまあ10分停車かな。悩むな。5分停車でもいいかもしれない。この時ここで折り返しじゃなくてこの先も行くからな。5分停車にしよう。こんな感じで行ってみましょう。で、213番を配置しましょう。ちょっと時計を動かしてみる。こんな感じですね。213番はホテルの前に泊まっております。木の陰に隠れてるぞ。来た来た来た。で、ちょうど着きまして、これで5時半まで待つということになります。5時半に出発して、左折か、で右折、
これ停車します。5時51分かな。6時7分かもしれない。6時10分ですね。で、ここは右に曲がる。あ、ちょうど赤になってしまいました。運が悪い。で、ここ5分停車です。で、かつ直進ということで、6時49分かな。ユギーの私とか言ってますね。ユギーの私じゃない。ちゃんと折り返さずに行きますね、この。で、左ですね。7時19分。7時22分。で、さらに直進です。で、また直行で52分、53分かも。55分に動き出してるから、で、左折。まあ、今は赤だけど、8時9分かな。8時12分。です。これですね、左折ですね。ここはで右折。で、また右折。で、8時56分。9時3分か。ちょっと遠回りになってしまったので、それだけ時間がかかってしまった。
て9時21分だから9時37分ラストですね。10時5分か。つまり10時15分に出る。4時間45分かかってますね。4時間45分か。だから結構かかってる。そうモードでお楽しみください。これも洋服ですね。15時間なんで。ん？15時間さ。いや、3時往復目で4往復だったら19時間か。24時半だ、ラストは。
はい、ということで夜になりましたね。19時か。ということでこんな感じで、どこだろう、デパートが駅前にあるっていう感じですが、ひとまずこの車窓を見ながら少し、お待ちください。ちょっと1、2分ほど席離します。
ということでお待たせいたしました。ではですね、2本目やりますか。これ多分今どこへ来てるんだ、あとは帰るだけですね。このバスはこの駅、3台バスが止まってますが、あとはまあ帰れるでしょう、5時までには。で、その間に道を作ります。どこら辺に道作るといいのかな。道を作っていくんだけど、道路、特殊道路ってなんだ、立体交差か、こういう風な可動橋、なんかすごいな。鉄道と併用橋はあれですね、トラスボックス橋とか、トラスボックス橋なんかいいな。トラスボックス橋なんか良くないですか。まあ良くないか。あまり意味ないか。これトラスボックス橋関係ないや。これで高さを指定しないといけないんだ。10メートル。で、こんな感じで高さを指定して、ここまでで、で、地面に戻して、この辺かな。で、接続してこっちを接続して、こっちはこうやってっていう感じですね。で、どうしよう。そうだ、次に ここはこうなるんだけど、こっちはちょっとダメなんで。感じかな。
って行けるんだっけ、立体交差、うん、どうかな、あ、ダメだ、立体交差置けないんだ、ここは置けそうに見えるんですけどね、ダメですね、立体交差、ここも結局は置けないんだよな、なのでこうなると絶対届かないから無理か。なんで。ん？なんで？ちょっと曲がる。これもしかしたらちょっと。こんな感じですね。までかな。で、公共施設でストッパーをちょっと立ててやります。30メートルぐらいじゃないと。あ、これダメなんだ。上に上がらない。足りないんだ、高度が。20メートルだと上がるんだけど、うわこれ良くないな、これは削らないとね、山を。20メートルに削らないといけない。Thank you.
ちゃんと20メートル削ってやらないと乗らないよね、多分。で、さらにちょっと微妙にここ削らないと乗れない可能性がある。これだとどうなる？確定で、乗りますね。で、これでもう一回20メートル。間違えた、30メートルにしてしまった。位置が間違えてるな。30メートル上げられないかな。20メートルだと、ここはダメなのか。ここはダメなんで、ここをまず20メートルにして。20メートル行ける。じゃあ30メートルはここまでは行けるな。こんな感じだな。
ゃあ、レールの30メートルにして、こんな感じでいいんじゃないかな。ダメ、またダメになった。40メートルになってる。そりゃダメだ。これでいける？これがダメなのか。こんな感じですね。で、まあここまで行ったんで。で、一旦この辺を撤去して、感じかな。
ょっと微妙に曲がるやろうけど、曲がってますよね、ここ。感じかな。で、一応これで道の整備は最低限できたということで。こんな感じかな、まっすぐで。で、こんな感じで道を作りました。一旦セーブしましょう。で、道作ったら次、交差点の信号の時刻を決めましょう。5分単位かな。もそうですね、基本はよっぽど得ない限りは無理か。ああ、橋が邪魔してるんだ。
そしてここも同様ですね。この先ここもやってるんだけど、214番のバスを買おう。同じくここですね。ここは左で OK。ここ右折、ここ左折、ここ右折か。で、ここが折り返しの10分ということで、ここも近距離線を設けないといけないですね。ここまあ幹線なんで、こんな感じかな。で、橋を渡って、ここ
こですね。ここは左折、ここ右折、ここ左折ですね。でここで、時刻発車時刻を決めます。でもさ、東口じゃなくてもいいんじゃないの？考えれば。西口の方が良かったかもしれない。まあ、今回東口にしましょう。そしてただな、こっから先に伸ばすには。バスターミナル設置すればなんとかなるでしょうということで、一応今回はこの東口から出るようにします。難しいですけどね。5時40分かな。で、5時40分と決まったんで、10分、やっぱり20時40分ですね。
さ、これで OK か。で、一度地下に潜って資材の有効範囲を決めます。有効範囲を見たい。これはここなんだよ。ちょっと資材置き場を1個増やしましょう。この辺かな、反対側に。ここだと、ここに置けばよい。地面に戻ってバス停を作りましょう。ここかな、やっぱり。道路を作らないといけないので少し面倒ですね。どうしよう。ステーションで、
そしてここの橋を渡って、これって高架にはバス停作れないよな。例えばバス停10メートルとしたら作れるのかな。ああ無理だ。だからじゃあ地下になってるからダメなんだ。ダメですね。これは作れない。ここにバス停あればすごいいいんですけど、こことかね。ちなみにこっちバスターミナルって作れたっけ？まあでも延長したいっていうのはあるよね。仮にこうした、あ、これダメだ。一応中間のバス停が3つしかないよね。しかもここにバス停置いたってしゃあないしな。とりあえずバス停なしにしましょう。といったらこの辺にこの交換音のとこにバス停があれば置ければ最高なんですけど、この A 列車置けないんですよね。ということは3つかバス停は。場所が微妙に悪いな。もう一個ずらせば、下ろせて接続できたのに。
あ、いや、やっちゃった。赤字になってる。ホテルはどうだ。ホテル赤字なんですね、これ。工場とかも全然ダメだしな。それなりに降りてるんですけどね。この辺のコンビニも全然赤字です。いただけない。できてんのかな、これ高層ビル。意外と時間かかってる感はある。そろそろ設置できる。で、214番を設置しましょう。で、配置。で、まあ、ダイヤウィザードを5時40分まで待つと。で、今何分？まあ、もうちょっとですね。あれ？なんで出発しないんだ？あれ？なんで？あ、間違えた。これ6時になってる。まあ
あ、間違えた。ちょっと待った。ストップ。え、いや、こうだろう。で、あ、直進になってるや。折り返ししないといけない。で、200、もう一度配置。ダイヤウィザードで。8時10分に発車ですね。で、左折。左折。直進。3分停車。間違え。全部設定忘れてたわ。全く何もないとこですね。8時47分の8時50分か。いや、これさす、なん、あ、そっか、これ直進でいいんだ。で、左折。9時7分かな。あ、そうか。しまった。これちゃんと3分にした上で、ここですね。9時37分。で、これ右折。これで坂を下って左折で、再左折で、で折り返しを10分か。時間かかってんだな。11時51分か52分か。
と3分停車になっていることを確認して、12時5分で右折か。でちゃんと3分停車であることを確認した上で12時33分かな。13時28分かな。おそらく13時40分ですね。で、これで一応車窓を見ていきましょう。5時間半って言ってるけど、そんなかかるかな。まあやっぱり立体交差を越えて曲がるっていうのがリスクになってるのかもしれないよな。3往復だな、これだと。3往復して16時間半だから。はい、ということで、見てください。まず213が、ご覧の通り4時間45分ですね。ってとこか。こちらは駅だと1時間ちょいで着くんだけど、そこからの環状に約2時間かかるっていう感じで、半々ずつっていう感じですね。結構やっぱり信号がいる、たくさんあると引っかかりやすいのか。
こういう風にして結構やっぱり、あ、向こうの駅から来るって距離自体も結構かかっ、実は結構かかってるかもしれない。そういうあの要素もありますね。こんな感じで、17時2分。このあのもしかしたら運が悪いのかも。19時25分か。このターンは5時間45分かかってますね。だから5時間半から5時間45分かかるんだ。山も高いですね。あ、ちょうど赤になってしまった。こんな運の悪いケースもあります。Thank you.
0時40分か。これもやっぱり5時間半ですね。はい、ということでやっぱり3往復ですね。これで分かったのは、ということで、使ってないな、ここら辺は。全然資材がない。ここには資材がある。まあ資材がないとなかなか立ちませんよね。ここには買ってきたな。Thank you.
だバスは止まってるけど、なかなか黒字にはならないですね。ホテルも含めてまだ赤の状態だよな。ちょっとだけ黒っていう状態か。ここもそんなに意外と儲かってないんですよね。なんか立ってる。高層ビルだ。いや、高層ビルいらん。別に撤去邪魔ですね。スペースを邪魔してたのか。ということで、郵便局か、ホテルだろうな。塾か、ここ。金庫でも作っとく。はい、ということで、バス路線を2路線今回は作りました。1路線はこのルートですね。ここの周りを回るルート、もう1路線はこの、外周を回って駅間を結ぶルートですが、思った以上に時間がかかってしまうような、ここからここへでの方が良かったかもしれないね。本数は増やすことできるけどな。はい、ということで、次回はこの私鉄線ですね、この沿線のバスを、作りたいと思います。かな、この辺とか。ここちょっと狭いんで、どこまで作るかですね。
とここも作るかもしれないっていうとこですね。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル、Twitch のアカウントフォローをお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー Please。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いします。またこの配信のアーカイブを2日後3月1日21時頃にアップロードいたします。プレミア公開いたします。ぜひ YouTube チャンネル登録高評価をお願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel、 my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good ボタン please。 旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ。ということで、A 列車で行こうないライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。